俺の体動いてくれ。ジョルノがくれたこのチャンスをせめてこの地下から脱出するまで。裏切り者はもう一人いたのか。新入りだな。情報では名前は確かジョルノ・ジョバーナだったか。最初から裏切るつもりで我が組織に入団してきたわけか。距離を取れば逃げられると考えたらしいが、一瞬早く亀から出ることはたやすいこと。無意味な行為だったな、ブチャラティ。精神力なのか。なぜ動ける。そのまま休んでいれば一階には行けないが、あの世には楽に行けるぞ。まずトリッシュを始末する。動くなよブチャラティ。ジョルノがくれたチャンスは無意味ではない。動きを予想するというのなら俺もすでに読んでいたぜ。あんたが下水管に落ちるより早く能力で脱出するだろうことはな。今だ、設計ビンガー剣で決めるぞ。危なかった。だがキングクリムゾンの世界では無意味な行為であることに変わりなかったな。くらえ、ここまでだ。攻撃しようとしたのはあんたではない。この柱だ、閉じろジッパー。何故。やはりあんたの能力無敵だが、動きを読めるのは短い時間だけらしい。先を読んでいない。時間の先を。俺の未来の動きを読んでみろボス。これから数秒後の俺がどう行動するか、時間の先を見てみるがいい。すでに1階に登ってる俺が見えるはずだ。